はい、今日は、大東ミラクル館のプラネタリウムを紹介します。はい、こちらが光源の100円ショップで売ってる LED ランプです。こちらが、天体の本から撮った星座盤にピンホールで穴を開けたものです。はい、これも100円ショップで売ってる、レンズです。はい、これを写しているのは、襖です。はい、近づけてみます。はい、こういうふうに、星座盤を回すと、星座がこう、出ます。天の川も出ます。子供たちに、星の観測、実際はこの、天体望遠鏡で実際、観測するのはいいですけれども、今日は、大東ミラクル館のプラネタリウムを紹介しました。